じゃあ、堀井流長です。よろしくお願いします。僕は今19歳で、今年の3月に ICU 高校を卒業しました。で、ICU ご存知の方ってどれくらいいますかね。あ、結構いますね。ありがとうございます。で、ICU 何で有名になったかっていうと、なんとか様がちょっと入学したんですね。わかりますか。なんとか様ですね。で、そうね、ICU 高校の半分が ICU に上がるんですけど、僕は上がらなかった側で、まあ、ちょっとプレゼントは変わるんですけども、久しぶりにその大学の方に行ったんですよ。その高校の友達に会いに。で、男の子がいて、その知り合いでいて、その女の子2人とラウンジで喋ってたんですよ。で、その僕は知らなかったんで、あ、大学で知り合った子なんだなと思って、ちょっと話しかけたら、ちょっと塩対応されまして、あ、なんか大学行って変わっちゃったなって、ちょっと辛かったですね。で、そこでちょっと下ネタ言ってやろうと思いまして、いや、こいつとね、2人っきりで遊んでる、どうせホテルが連れ込まれるんだよみたいなことを言ったんですよ。そしたら女の子たちはちょっと笑ってくれて、でもなんか男の子が、お前マジでやめてみたいな、すごい冷たかったですね。で、うわー、なんか大学入って変わっちゃったなーとか思って、その場離れたんですけど、後々聞いたら、その女の子のうちの一人、佳子様だったっていう話です。今、右翼に消されないか心配ですけど。まあまあまあ、で、僕どんなことをやってて、今飛び立ってるのかっていうと、まあ高校時代ビジネスコンテストを優勝とか、まあ、これ、安倍首相いるじゃないですか、の奥さんとイベントを行ったりとか、東北、安倍首相ですね、これ、の奥さんの、東北視察に同行とかさせてもらって、で、現在何してるのっていうと、渡辺エンターテインメントというところの、まあ、あの芸能事務所なんですけど、そこのお笑い養成所に通っている。で、どんな人が通ってたのっていうと、厚切りジェイソンさんとか熊口さんとかご存知ですかね。あったかいんだからは、3年前に、その養成所に通ってて、最近出てるジェイソンさん1年前に通っていたっていうので、で、まあ、僕が Facebook で俺芸人になるわみたいなこと言ったら、まあ、700いいねぐらい、ちょっとすみません自慢なんですけども、いただけたということで、僕が今から何を話すかっていうと、なぜお笑い芸人を目指すようになったのかっていうことですね、と、まあ、僕なりの人生の選び方、僕なりの生き方というのを話したいと思います。で、まず100日、これが僕は高校生の時にあることをした日数なんですね。100日何だと思いますかね。何でもいいですよ、大喜利でも。なんかありますか、100日よく我慢した。あー、違いますね。おなぎ。あー、違いますね。寝なかった。そんな長い。違いますね。じゃあいきますね。正解は、高校時代遅刻欠席数が100日あったんですね。あれ、もしかしてこいつと思いますね。そうです、僕は引きこもっていました。で、まあ、引きこもりからなんでお笑い芸人を目指そうと思ったのか、第1章、引きこもり期、ここ2年生から。で、なんで引きこもったか、高校1年の時に、まあ、大学学校に慣れまして、高校2年で思っちゃったんですね。あれ、授業つまんねえな。で、なんでつまんないかっていうので、今の勉強が将来の役に立つのか分かんなかったんですね。で、その日本史の単語を1個覚えるにはこれ必要なのかなって考えてしまいまして、もうなんで学校に行ってるのか分からなくなった。もう分からなくなってしまって、もう学校に行かないのが普通になり、まあ、引きこもってしまったんですね。で、第2章、課外活動期で、高校3年になりまして、このままじゃまずいというので、先も話したように、ビジネスコンテストというものに出場しました。これは、その実際に自分のサービスを作って、まあ、実際に大人の方とかに、僕こういうサービス作ったんですけど使ってくれませんかとか営業とかするんですね。で、そういうことをすることにより、まあ、新しい仲間とか価値観に出会って、まあ、実際に働く人たちを身近で見たんですね、そのサラリーマンの方とか。で、それをしたことによって、もっと、あれ、やっぱり学校の勉強必要かって僕は思ってしまったんですよ。で、第3章、受験期で、そう疑問を持ちつつも、やっぱりみんなが受験している、じゃあ俺も受験するかっていうので、栄養入試というものを受けたんです。で、栄養入試ご存知の方ってどれくらいいますかね。あ、まあ結構いますね。で、栄養入試どういうのかっていうと、まあ大学で、僕は高校時代こういうことを知っていました。で、大学でこういう教授がいて、こういう教授のもとでこれを学んで将来こういうことをしたいみたいな、もう明確化させるんですね。で、まあ課外活動重視と。だから僕はいろいろ課外活動やってたんで、あ、みんな受ければいいじゃんみたいなことを言われて、パッと受けてしまったんですよ。で、これの時に、ちょっと大切なものがありまして、これ僕が実際に書いたんですけども、美術で書いた原因のことですね。で、なんでこれが関係あるのっていう話なんですけども、僕が生徒会長になった時に、僕生徒会長になったんですね。その1週間後に、その美術の、そのさっきの原因のポスターが、返されてきたんですね。
生徒会は何ができるかっていうと、売店の前にある生徒会掲示板っていうのが使えまして、まあ結構みんな見るんですよ。でそのゲイのポスターが返されて、でなんか家持って帰るのも嫌だし、どこ貼ろうかなと思いまして、はい、生徒会掲示板に掲示したんですね。はい、どうなったか。生徒会長なんて1週間で活動停止。その半年間期間があるんですけど、やった1週間っていう。でこれをその栄養入試の塾の先生に話したんですよ。そしたらやっぱり日本のそのセクシャルマイノリティっていうのがそのちょっと偏見があるからなんじゃないのみたいな感じで言われまして、僕もちょっとそうかなって思いまして、で受験をセクシャルマイノリティについてで受験したんですね。で俺は同性婚を日本で認めさせたいっていうのを考えたんですよ。でもこれをその志望理由書とかに書いた時に、これ将来やりたいことじゃないなって思った。だって正直その僕は微妙、もうゲイではない、でもどっちかいけるかって言ったらまあまあみたいな感じなのに、それをその自分の一生かけてやることかって悩んでてどうなったか、はい、結果落ちました。はい、受験に落ちました。でもなんかちょっとすっきりした部分あったんですよ。自分が本当にやりたくないことをやるみたいなことを言ってて、で落ちたんでもうやんないみたいになったんで、で第4章将来について考える、まあ栄養入試を落ちまして次一般入試ですね。でも一般受験に身が入らなかった。なんでかっていうと、やっぱ人に言われたからやってる感じがしたんですね。すごい、だから親が大学行きなさいよみたいなことを言われ、でもよくよく考えると年間100万円かかるんですよ大学って。だから僕どうせ大学生がなんかバイトしたとしても、その100万円全部払えるかって言ったらそうじゃないじゃないですか。結局親のためにそう、あ、親が払ってくれるっていうの、ね、で、その時通ってた塾も、まあ、月何万円も親が払ってくれてて、本当にいいのかなって思って、で、まあ、正直妥協してるように感じちゃったんですね、僕が受験してる時に。で、考えた時に、僕何したいんだって考えて、で、何したいかっていうので、一番楽しかったことっていうのをまず考えたんですよ、高校時代に楽しかったこと。で、皆さん、高校時代一番楽しかったことが、どんな風になればいいと思いますか？僕はそれを仕事に行きたいなって思ったんですよ。自分が一番楽しかった思い出、それをずっと仕事としていければいいなって思って。じゃあ何が一番楽しかったか、僕がやっていたのは高校の時漫才をやってたんですね。その自分の作ったネタで目の前の人が言った言葉でわーって笑ってくれる、もうすぐ反応が来る、もうそれがすごい楽しくて、もう決心したんです。もう自分に素直になることにしたっていう。でここで僕は人生初のオーディションを受けました。で、無事合格し、で今お笑いの養成所に通っているんですが、まあ、その授業料40万円かかるんですけども、それはちゃんと自分で払ってるんです。でなんでかっていうと、やっぱり40万円親に払ってもらったら、それはちょっとなんか親にやらされてる感っていうのが出てしまい、で40万円で自分で好きなことをやってるんだったら、別に自分がやりたくないと思ったらすぐやめれるし、自分がやりたいからってやってるっていう。だから僕は高校大学その塾っていうのはその感じがしなかったですね。親に払ってもらってるからなんか やらせて、ね、やってるみたいな感じがして、で僕はお笑い芸人になることにしました。で僕が常にこの心に、刻んでる言葉っていうのが2つありまして、周りに流されず常に自分でいるっていうことと、まあ、自分の人生なんだから楽しんで生きようよっていうことですね。だから周りに流されず、みんなが大学受験するから俺も行こう、本当にそれでいいのかっていうことですね。で、まあこの生き方っていうのは僕の生き方なんで、皆さんの生き方とは違います。だから別に皆さんがあすごいいい生き方だなって思ってくれたらそれでも嬉しいし、うるせえフリーターと思ったらそれはそれで合ってます。だからまあちょっとでも心に何か感じるものがあったらいいなと思います。堀井ゆうちょでした。ご清聴ありがとうございました。参加していて、まあ、そこで仲良くなったっていうより、その次の年に一緒にヒッチハイクに茨城に行きまして、まあ、そこで茨城なんで茨城って感じなんですが、次の方も準備してもらってですね。で、まあ、そこで、まあ、魅力のある県ランキング最下位なんですよ茨城って。じゃあ俺ら、まあ、さっき言ったように魅力がある俺らだから、魅力のない県に行って魅力発見しに行こうぜって思って2人で行って、実際何にもくつてもないのに、で4日間行こうって言ったんですけど、あ、じゃあ3日間2日間行こうかなみたいになってて、
月間4日間だったんですけど、もう宿もないし知り合いもいるわけでもないし、でもそこで行って、まあ、行き当たりばったりでとりあえず行ってみたみたいな、とりあえずいろんな人に行ってみて止めさせてくださいみたいな感じでやったりとか、まあ、教会に最初止めさせてもらったりとかしたり、まあ、結局最後に茨城大学っていうところに行って、別に何も知り合いがいたわけじゃないんですけど、まあ、そこで茨城大学の先生とか今日あの生徒の人たちと仲良くなって、まあ、そこで授業のゲストスピーカーとして出てよとか2人で言われたりとかして、まあそういう感じで、まあ、悪友、いろんな、 なんか悪いこともしてきたし、2人で渋谷でフリーハグやったりとか、まあ、なんだろう、お茶目なこともしてきたんですけど、まあ、でもそんな感じでお互いにいい意味でも悪い意味でも刺激してやって、すごい最強の仲間だと思っています。ありがとうございました。